そろそろいい頃合いですね。ああ、時は満ちた。聞こえるか、ジレン。力を温存すべき時は終わった。まずは孫悟空を潰しておけ。ザコは無視してもいい。わかった。なんだこの気は。わかるか。大気が。この無の海全体が震えている。やっとオラと戦う気になってくれたか。叩き込んでいたというのか。ジレンというやつ、ここまでとはの。この状況のままでは悟空は。いや、まだだ。無理だ。え、どういうことですか。こいつはめったな。ブルーの二重兵海王拳でもまともにダメージ与えることができねえなんて。父さん、みんな悪い。オラに現金をあげてくれ。頼む。僕の気を使ってください。俺のもだ。俺たちのエネルギーもやる。いくらでも使いな。いいでしょう。持っていきなさい、このフリーザ様の気を。カカロットめ、俺は手を貸さんぞ。待ってやる。待ってやると言っている。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。後ろがガラ消え、突然の愛をお届けするわ。クリピーギャップ。くだらん。わしの気もいくらでもくれてやるわい。
き玉が。押し切ることさえできれば悟空の勝ちであったというのに。ジレン、なんと恐ろしいやつじゃ。さすがはジレン。巨大エネルギーボールはヤバめかと思ったけど、ジレンにとってはどうってことなかったじゃん。いいですぞ、聞きますな。もはやこちらは限界のそのまた限界。カタやジレンはまだまだ本気から程遠いようで。強い。ただひたすらに。あえて言うならば破壊神、その領域に達した存在。そうだジレン、全宇宙に示せお前の力を。破壊しろ孫悟空を。勝利だジレン。どうやら収まったようですね。おー、すごかったね。今のすごかったね。しまったのか。悟空。ご飯。はい。何なのだこの振動は。そんなの決まってるじゃないですか。でしょうね。こうでなくては。熱気を放ってはいるが、気
時は恐ろしく静かじゃ。父さんのものとは全く違います。ただ速いだけじゃない、攻撃に移る気配が全く読めませんでした。往生際が悪いぞ孫悟空、貴様はすでに敗北したのだ。出しは無用か。どっちが優勢なんだろうね。まだわからないな。信じられない、ジレンにここまで追い迫る者がいるとは。ありえん、あってはならんことだ。おお、悟空いきなり強くなったね。やがて地がダムになるまで身勝手の極意。あれは神ですら容易にたどり着くことままならぬ境地。バカな、ありえぬ、ありえぬ。みんなもびっくりしてるね。なんかスーパーすごいものらしいよ。